こんにちは、木下ゆうかです。今日はね、じゃん、お米9合とご飯のお供で今日は食べたいと思います。で、実はですね、これ私ちょっと前に、ね、友達と静岡の伊東に遊びに行ったんですよね。その時に入った道の駅で見つけて、美味しそうやな、これ動画にしようと思ってずっと冷蔵庫に入れとって、結構忘れてたやつなんですよね。で、今日用意してるのがホタルイカの塩辛、シラウオの塩辛、フグ刺しの塩辛、フグ刺し柚子胡椒、フグ刺しウニ、フグ刺しわさびです。で、全部ちょっと珍しいでしょ、どの味なんかなと思って買ってきました。ご飯9合とね、どっちが先になくなるかですね。で、ご飯9合なんですけど、こちらに用意してます。じゃん、シュシュシュ、なんか水蒸気がはい、ご飯美味しそうでしょ。じゃ、早速食べたいと思います。いただきます。取り分けます。このね、普通サイズのご飯茶碗、マジでうちで出番がないこと、出番がないことだからすごい前に買ったけど無傷なんですね。うちだいたい食器すぐ傷ついたりしてダメになるんやけど、この人たちはずっといますねはい、美味しそうです。お米って最高ですよね。お酒の瓶みたいですね。この封印がしてあります、洋場の一品。買った買った買ったら痛いしますよね。お召し上がりになる前、逆に持ち上下に振ってください。あ、フランス系買った。いや、上下を逆にしてか、こうですね。スタートのかな、関係なかったですね。あ、痛い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 、なんでこんな硬いん、どういうつもりなんやろ、食べさせないつもりなんやろかこれ開いたと思ったのがテープがずれただけ、もしかして手が怪我する。こういう時に逆にやったら開くとか見たことあるんですよね、私。すごい、なんか匂いがすごい。ワインみたいな色なんだけど。あ、塩辛すごい色だな。塩辛ってでも若干紫か。ちょっとなんか実験の色みたいですね。はい、こんな感じです。いただきます。香りがすごいです。まあ、塩辛の香りですけどね。はい、こんな感じですね、ホタルイカ。うん、あ、普通の塩辛みたいな味。あ、めっちゃ美味しいです。なんかでも普通の塩辛よりもコリコリしてない。コリコリはしとるんやけど平べったくって、私結構これ好きだな。食べやすいです。うん、ご飯美味しい。あ、もう分かりますか、これホタルイカちゃんですね。うん、味が濃くってめっちゃご飯が進みます。イカの塩辛みたいに、なんかあれ、足だけとかってするじゃないですか、刻んだやつ。こうまんま入ってるんですよね。美味しい、めっちゃ。これ1分でご飯食べれそう。海苔があった方が絶対美味しい。海苔にご飯を乗せて、ホタルイカを乗せて。はい、めっちゃ美味しそうですね。海苔とご飯、ほんとよく合う。海苔の香りも加わって最高ですね。うん、幸せ、ほんと最高。ご飯お腹いっぱい食べれるってね、幸せですよね、ほんと。ほんとこんなシンプルな食べ方なのに美味しすぎる。シールの存在忘れちゃった。今日も1キロです。幸せだ、ご飯と海苔と美味しいお供とお味噌汁最高です。3杯目いきます。え、もう普通の日本人なくなるんじゃないだろう、全部たどり着けるのかな。4杯目かな。なんか書いとった。その昔、漁師たちは取れたてのホタルイカを空いた酒瓶に放り込み塩辛を作ったとか。あ、だから
お酒の瓶みたいな感じなんですね。お酒の瓶だったんだ、これ。お塩辛とかさ、おつまみにしてさ、お酒飲む人多いと思うんやけどさ、間違えてさ、こうガッて飲みそうですよね。直飲みしたらさ、ガッて飲んだら、あ、塩辛だったみたいなことがありそう。そうか、塩辛にはね、そんな歴史があったんですね。一本物語が作れそうですね。塩辛のドキュメンタリーみたいなやつだね。うん。で、5杯目かな ?4 だったっけ ?5 だっけ ?5 かな、もうすぐ分からんことになる。じゃあ次は白魚の塩辛です。あ、こっち全然硬くなかった。白魚がいっぱい出てきた。なんかちょっと変な風景だな。瓶から白魚見出るのめっちゃ大変ですよ。はい、見えますか、白魚です。これね、お醤油つけたら美味しいんだって。お醤油のとこ白魚がいっぱいいますね。最初のあんまつけに食べてみます。うん。あ、白魚にね、塩辛の味がついたって感じですね。なんか食べたことない味、つるんとしてますね。味が結構濃いんですよね。お醤油つけてみよう。うん、私お醤油つけた方が好きだな。うん、おいしい。ご飯によく合いますね、これも。6杯目かな。よいしょ。シラオのね、プチプチっとした食感たまんないですね。で、7杯目、もうずっと疑問系。多分7杯目、まあ、やっぱほんとこの2つの瓶で終わりそう。ふぐ刺しまでいけなさそう。ふぐ刺しはね、じゃあ次の回にしようかな。うん、海苔を持ってきました。8かな。もういよいよ自信がなくなってきた。5瓶かなまで突き出しましたね。次 8? で、これで8かな ?9?8? あれ ?9? もうダメだ。ほぼ8。ほぼ9ってことにしとこう。8か !8 かな ?8 だ。8な気がしてきた。8や。はい、なくなりました。これで9杯目か。あ、ちょ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 、違うじゃん。ご飯あるじゃん、まだ。何をつぼうとしよう。で、最後あと1杯くらいなんですけど、最後はだし茶漬けにして食べます。はい、移し替えてきました。残った塩辛をのせます。海苔もね、もったいないから全部のせちゃいます。2枚だけ残しとってもしょうがないけどね。そしてこれ、ね、美味しそうなだし入り天茶っていうお茶漬けの素を見つけたので、これをかけます。違う、エビ入り天茶で、そしてだしをかけます。生の塩辛がね、釜揚げになるわけですね。ワンダフル。はい、美味しそうです。しらすね、私釜揚げの方がね、好きなんですよね。生しらすの方がね、ありがたい感じですけどね。うん、美味しい。しらすも乗ってます。あ、美味しいですね。あ、もうエビ入り天茶はなんかサクサクの天かすみたいなの入ってて超美味しい。じゃ最後あとこれだけです。完食です。ごちそうさまでした。ホタルイカの塩辛と白魚の塩辛、めっちゃ美味しかったです。こういう系はね、ご飯が進みますね。全然9合ね、これだけで食べちゃいましたね。ふぐ刺しもあったけど、ふぐ
僕最初までいかんやんと。また次食べたいと思います。あ、お味噌汁まだ残っとった、うん、で最後のお茶漬けにしてもね、美味しいんですよね。塩辛ってね、茹でられて食感とか味が変わっていいですよね。でとっても美味しいので、皆さんもぜひぜひ食べてみてはいかがでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。私にやってほしいことや食べてほしいものがあったら、よかったらコメント欄などで教えてください。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。バイバーイ。